デイメイデイメイ、あーどうもどうも、カッティングメン、久しぶりに来ましたよ皆さん。今日はね、重大ニュースがありますからね、後から言っちゃいましょうか。はい、多いな。え、まだ今何人おった？カッティングマンです。カッティングマンジュニアです。おジュニア、アイモです。あ、アイモ、やばい、紫です。やばい、病人がハープル見てください。このアイモさ、一個しかないやな、名前が。地球の生まれた、ね、いや、なんかえぐいな、近くで見ると。なんですかこれ、ダチョウの卵ですかそれさっき俺が言ったやつこれはつくねだよ。でっかいつくね。お前誰や、来るなお前。よし、じゃあちょっと行くよ洗っていくよ。はい、じゃあちょっとココン東西でもう一回やってみて。わかりました。どこん東西ですか。はい、じゃあ緑色のもの。はいはい、メロン。はいはい、どいじゃん、ちょっとちょっと、どうぞどうぞ。じゃあ失礼しました。赤いもの。はいはい、ポスト。はいはい、はい、リンゴ。はいはい、はい、ピーラー血物によるやろピーラー赤いのは。いや、血だって物によるやろ。虫じゃないか。俺はが緑や。虫じゃないか。じゃあ白いもの。はいはい、豆腐。はいはい、大根。はいはい、ピーラー、はいはい、血物によるやろおお、さあ洗いまして、ちょっとこう頭切ってね。これ何ですか。今日ね、レンコンの刺身作っていきますんでね。レンコンの刺身、これピーラーで剥くんで、ここの同性ゲームやっててください。はい、はい、で剥くとこ取らんのかい剥くだけですからね。あら、向こう向いてますよ。あ、行くよすごい。僕のキャッチ、チッチ、あ、すいません間違えました。はい、じゃあ黒いもの。はいはい、ゴマ。はいはい、ゴリラ。はいはい、ピーラ。はいはい、チーモノによるやら。なにこれ伝統芸です。初めて知った。ありがとうございます。それだけがとりえです。全部はい、じゃあ剥き終わりましたね。お、はい、剥き終わりました。じゃあ剥いたらもうこういうちょっとね、小さいところね、ちょっともうガツガツちょっと取っていきましょう。はい、シャイニングエッチやね。え、アイムさん。はい、エッチですね。エッチやね音がいいですね。そしたらね、これいいのよ。これ向こう見れますかね、皆さん見えますか。明日見えますか、日本の未来が。あー、綺麗。ということで水1リットルに対して酢をちょっとね入れておりますんでね。これで、はい、なんで酢を入れるんですか。それは山さん言ってくださいよ。それは色を保つためです。本当ですか。わかんないです。なんか酢の物にしやすいようにかと思いました。いや、きれい。それ僕ポン酢にするためかと思います。あ、それもあり、うる。あ、すいません動画の声じゃなかったです。まずいながら、さあ、きれい。これね、レンコン生で食える人ってね、こうみんなあんまり思ったことないかもしれないね。ないですね。これね、そう、すごい白くなりましたね、水が。これちょっとアク抜き、もう濁ったでしょ。これアク抜いてんの、これ。これ色止めとアク抜きで、2つの意味があるんですね。そうなんです。これでまあ5分くらい置いていきましょう。はい。はい、人間と一緒。これ何色になるんですか。これ紫になります。パープル。はい、じゃあね、5分から10分、まあ5分ぐらい経ったかな。ちょっとまあ、アク抜きとね、色止めで酢水につけてますんで、これあの、レンコン生でも食えるんでね。昔はあの、レンコン、からしレンコンかな、熊本の。それで食中毒が出て、
11人ぐらい死んだみたいなニュース見たことあるんで、ね、カレー事件ですね。レンコン大丈夫ですか、カレーヒソヒソね、あいもはいヒソ大好きですもん、ヒソ。今日重大発表あるんですよね。あ、え、忘れとった。え、聞いてないよ。なんでですか。え、実はです。ちょっと待って、すいません、知っとんお前。実はです。なになに。ピラフ、え、解明します。ちょっと待って、ピラフ解明。はい、え、ちょっと待って、ピラフ解明ってことは何するの。数えで。数え。女の、おばあはんの名前やもう。あ、すいません、数えさん。今日、あいもさんがね、卒業しますんで。あいも、カッティングチャンネルを卒業いたします。なんで、ちょっとね、寂しい。最後のね、撮影になっちゃうんでね。皆さん、ありがとうございました。でも、撮影には来てくれるんで、たまにね。そういうのを願ってね。ちょっと今、お仕事場はね、変わるんで、そういう意味ですよね。はい。やっぱジュニアさんね、どう思います？長年連れ添った。いやもうやっぱこういうこともありますよね。人事じゃないですよ。でも受け入れててこその戦友、ライバル、プリティーウーマン、カズエちゃん。違いますか。いや、合ってるよ。合ってますよね。見てください、 ね、このムンクの叫びみたいな。じゃあ、しょうゆって醤油です。じゃあ真ん中、中にね。しゃ。あ。オッケー。シャイニングスターです。綺麗ですね。いいね。ハスの花みたいですね。もういいの。咲いたみたい。もうピラフは何？何見えるこれ？あれですね。ダチョウの卵が脱皮しちゃった。ケツの穴で。おい、言ったなお前。いいですよこれは。アイモは？周りに見えます。綺麗やね、やっぱ。もう編集しやすい。ダチョウ何なんですか。カッティングマンは何見えますか。あ、これでも、ダチョウのアナルに。これも完全に。うん、いいね。はい。これイボジですね。イボジね。なら。緑になって。でっかいでっかい。痛いよ。でっかいでっかいじゃないよ。産んでますですね。産んでるね。これはなるね、そしたら。だいぶシャバシャバして。真っ黒い。じゃあこれちょっと試食していきますね。はい。はい、じゃあできたんで、これを試食していきましょうか。レッツパーティー。懐かしいな。おー、すごいね。知ってるね。スパープルピープル。何だっけ。じゃあちょっとジュニアさんから昔のやつ長いな。どうかか、どうぞ食べましょう。ありがとうございます。最初はグー、じゃんけんポン。僕チョキ出しました。僕はジャンプ出しました。わさびからいく人もいる。あ、どうぞ。このままいただきたいと思います。どうぞどうぞ。あ、まずは、あ、すごいシャキシャキしてますね。うわー、やっぱ皮を取ってね、食べやすく。初めて食べました、このクリーミー。あ、クリーミー、ダメだこれ。わさびクリーミー。わさびクリーミー。あー、綺麗やね、やっぱ相馬さんの食い方が。デンジャラスですね、この危険。見た目が、見た目あんだけいじっといて。うわ、食うわ。ミルキーでジューシーです。いただきたいと思います。美味しい。パリパリやる。すごい顔してますね、あやまさん。ジューシー。あやまさんもっと言って。みつみつしいです。あやぶさんもっと、うん、ファビュラス。え、ファビュラス。ファビュラス、めっちゃ落ちた。やめて。フェイマス。へぇ、インポータン。マービアス。あ、うまっ。あ、どうどう。じゃあ五一五で、あいもちょっとちょうだい。はい、もうわさびにやられております。鼻がもうツンツン。す
すごい顔バッカ。そんなつけたわさびをね、あ、来た、つけて悶絶愛もだよ。あ、綺麗やね。じゃあ五七五でさ、五七五で。あ、わかりました。うん、いやいや、笑っとるな、ピラフが。真ん中でぶっ飛ばすけな、こいつ。まあ、全然違うこと言う。さあ、じゃあ五七五で、ジュニアから。アナルだよ。早っ。ダチョウのね。早っ。あ、いいね。いいね。で、見るから。親と嫁の親が。絶対たまに見てそういうの当たるから。失礼しました。失礼でしょ。逆から言ってくる。わかりました。はい。わさびとね。わさびとね。はいはいはい。ダチョウのね。ダチョウのねばっかりやな。アナルだよ。一緒や。最初何やったっけ。わさ、え、わさびとねよね。ダチョウのね。のね、あんな、おえ、おなに、ちょっと待って。じゃあね、まあまあ、ちょっと長いんだよね。あやもさんにじゃあ2人からちょっと、五七五で最後メッセージ。五七五やめて。まあそうね、シンプルに一言ちょっとね。あ、じゃあ、あいもで、あから、あいもでいこうか。わかりました。じゃあ俺からね。はい。あんがとな。いつもいつも。もりもり元気だもん。決まったね。ありがとうございます。新天地でも頑張っていただきたいですね。あいもはいつでも元気に。頑張ります。では明日7時から出勤お願いします。よろしくお願いします。約来るんかーい。ということでありがとうございました。